熊本県立熊本西高等学校は、熊本県熊本市西区上山台、津見五丁目にある県立高等学校である。愛称は、成功。昭和40年代の熊本市験における、普通科の公立高等学校は、五木高,高校、熊本高校、第一高校、第二高校、熊本市立高校など、市の中心部及び東部に偏在する傾向があり、 その偏在状態を緩和するため、1974年に設立、1975年に開校した。2009年に創立35周年を迎えた。かつては1学年21クラスという時期もあったが、2011年4月現在、1学年9クラスにまで生徒数は減少している。全日制家庭普通科、理数科の2学科、また普通科の中に、 体育コースを設置。2020年より、理数化を改変、サイエンス情報化を創立。清明、和光明の、西を図案化したもの。作詞は、初代校長の小菅雄二、作曲は、元熊本県立第一高等学校教諭の有馬、俊一によるもの。三番まであり、各番とも、西高校で終わる。他にも西高尾演歌、保筆、作曲、 岩城光一がある。熊本県立熊本西高等学校同窓会、政法会と称している。また、西高吹奏楽部 OB が中心となって、結成された、市民吹奏楽団、風、S ウィンドアンサンブルや、宅地建物取引業に従事する、卒業生の業界団体、宅建政法会、同窓会組織を母体に、藤崎八変宮周期例大祭に、 飾り馬の放納を行う、飾り馬放納制法会もある。薙刀部インターハイ優勝回数7回及び後連覇はいずれも歴代最多記録である。ラグビー部、ありがとうございます。